赤コーナー12戦全勝6ノックアウト126パウンド2分の1ベネズエラ WBC 世界スーパーバンタム級第7位 WBA 世界フェザー級第9位エルニーニョデオロホルヘリナレス。 WBA の中南米スーパーバンタム級チャンピオンのタイトルも持つホルヘリナレス、これが13戦目のリングということになります。12戦12勝 5KO8 敗2引き分け125パウンド2分の1フィリピンフェザー級第4位メルビン・アユトット世界ランク入りを目指してリナレスと戦います。相対しますメルビン・アユトットです。同じくリー・アーチン同じく金谷武之レフェリー・ウクリッド・サラサスレフェリーのサラサスさんが両者をリングの中央に呼びました。フェザー級のノンタイトル10回戦ベネズエラのゴールデンボーイホルヘ・リナレス自身初の3試合連続 KO 勝利になるかという試合です。対するはフィリピンフェザー級4位のメルビン・アイドットです。試合開始のゴングが鳴りました。えんじのトランクスがホルヘ・リナレスゆっくりとリングの中央に出てきました。同じようにゆっくりと歩を進めてきましたアユドットです。落ち着いています。左の重いパンチを出していったのが青いトランクス赤いベルトラインサイドラインのメルビン・アユドットです。フィリピンのフェザー級4位これが初めての日本での試合です。ベネズエラ生まれ日本育ちのスーパー世界チャンピオンを目指すというホルヘ・リナレス今年初めてのリングに立っています。最近2試合連続の KO 勝利自身初の3試合連続 KO 勝利なるかという試合です。左速い左を見せていますフェザー90回戦第1ラウンドです。ゆっくりとまずは左の差し合いという一戦になっています。世界ランカーのホルヘ・リナレス今年中に世界初挑戦を目指していきたいと話していました。早くもコンビネーションが出始めましたホルヘ・リナレスです。1分を経過したところワンツーから左のフックアッパーといったところまでコンビネーションが出てきました。解説は元世界チャンピオンのお二人です。浜田剛さんとセレス小林さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まず浜田さん、はい、いつも練習を定見ジムでご覧になっているわけですがリナレス、はい、今日はどんなことを期待したいですか。本人はやっぱり今回フリピン選手とノックアウトないということで、まずノックアウトというんで、もともとノックアウトする力を持っている選手ですからね、はい、ただノックアウトしようと過剰に思いすぎて、スピードを鈍って一発一発強いパンチを打とうとする傾向があるんですね、だから本来のボクシングすればいいわけですから自分のボクシングを見せてほしい。今来ましたね今来ましたねコンビネーションから左のボディ待つ早くもだ早くもダウンになったボディが効いた後上返しですが、今ボディ効いてますねボディですね散らしていきましたセレスさん素晴らしい攻撃でしたね。いや最初のボディで決まりましたね。試合終了です。試合終了第1ラウンド2分過ぎたところ、まあ、見えてませんからね、パンチが余計効きますよね、はい、それだけコンビネーションが早いと。そうですね、早かったですね、まあ、ボディのダブルですからね、早かったですね。セレスさんは、まあ、試合の前にお話を伺った時にはコンビネーション見たいなというふうに話していたんですが、その通りでしたね。そうですね、先ほどのコンビネーションも早かったですね。勝者赤コーナーエルニーニョデオロホルヘ・リナレス4度目のフィリピン